やっぱり日本は日本にいると僕は本当はそうは思わないけど単一民族の国家だって言われて、ね、でトロントっていうのはそれとも全く反対の場所なんだけども、すごく心地よい。この心地よさはすごいので、本当に同じ言葉が通じる同じ顔つきの人たちかしかいない国から来て、トロントのまあダウンタウンしかいなかったけども、基本的にはで何か怖い思いもしなければものすごい人がフレンドリーで、聞き取れなくてソーリーって言ったけど、なんか勝手に分かってくれるとか、そういうこういうことがこれからみんなが正しい意味で共存していくために必要なんじゃないかな。ちょっと希望を見たな、見させてもらったなって正直。わかりました。じゃあどうも本当にお疲れ様でした。